こんにちは今回は注文住宅を建てる流れの4番土地探しからですねはい番土地探しなんですけど内容がね今回多いんで実は1回でやるんじゃなくて3回に分けてやりたいなと思っています。1つ目が「予想外のお金」。予想外のお金2つ目が「用途地域用途地域」。 はい、よ用,用途ってこれでいいんですかね。用,<に>用途地域ですか。これで,で,でいいですか。はい。はい、用途地域。はい。それから、えー、土地探しのポイント。三番。土地探しのポイント。はい。はい。はい。今回はこれの一番の予想外のお金っていう話をさせていただきたいと思います。はい。えー、この回ではえー、見た目にねパッとわかる。 例えば崖地に家を建てるって言ったら誰が見てもここだったら建築費がかかるんじゃないかなとかいろんなこと分かると思うんですけど、えー、実際気が付かなかった、えー、そういう事例をねあの話しさせていただきたいなと思ってます。えー、一番多いのはね、はいえー、地盤の硬さ強さなんですね。はいはい、で建物建てるっていうことは、はいえー、土地の上に重たい建物がボーンと乗っかってくるんですね。はいはい 何十トンっってていうのは乗くるでねその土地自体が昔田んぼやったりね沼やったり川やったりした場合このね建物が何んいい建物建ててもズボズボズボっと下がってきたり不当沈下といってこんなふうにギューッと一部だけ下がっていったりこういうことが起こってくるんですね。だからねここで土地の 見分け見分けるっていうかあの土地のね場所によってね、はいうん、そういうふうなお金がかかるとことかからないところっていうのが分かれてくるっていうことになってきます。うそういうのはじゃあここの土地はすごく柔らかい。うんだからまあ家が建てれるようにちゃんとしないといけないっていう,うんそういうのは公務店さんわかるんですか。これがね残念ながらね、はいはい、土地購入してからは調査できるんですけど、はい、購入前って できないんですよ。それは困りますね。そうなんですね。うん、だけどね、はいえー、公務店頼む公、公務店から頼んでいくっていうことになると、はいえー、実はね、そこのそこはその土地そのものはできないんですけど、はい、その近隣のね、はい、データっていうのがわかるんですね。はい、で、何十メーターそこに硬い地盤があるとか、それによってまあ上限このぐらいまでお金かけたら。はい 地盤の,の補強ができるやろという,ような予想がつく、はい、うんそうかだからじゃあそうか工務店さんにお願いしとくっていうのもう、ねはい、メリットがそこに一つあるってことですねほ他にはどんなのがありますか水道です、うん あの皆さんね、はいえー、土地見に行くとそういう土地の方ばっかり見に行ってしまうんですけど、えー、実はね水道のメーターとかが多い埋設している場合が多いんですね、はいはい、でその水道の管の太さ、はい、そこには表示実は出てあるんですけどよく見たら、はいえー、昔のね家っていうのは13ミリ1 3ミリ1 c m 3 m m の太さの水道管が多かったんです、うん、ところが今ね2 0ミリに変えないといけないっていうことになってまして、うん そういういこと気づかなかったら、はい、本当に30万とか50万とかねあまたお金が変わってしまうんですねでもその水道の線自体ないところもあったりしないんですかああの山手なんかに行くとね、うん、そういう場合もたまにはあります。うん、でだから水道管があの本管がね、はい、その近所まで来てるかどうか とかいうのもね、はい、あの関連してくるんですけど、うん、ちょっとそうなればねすごいお金が発生したりします、はい、またたくさんのお金がさらに発生するっていうことですかです、ねはい、まだまだそういうのは他にないんですかあの他にあった話なんですけどね、はい、あのブロック米のが、うん、古いブロック米が立ってて、はい、その教会がね、はいえー、当初は、えー、お隣のブロック米だと思ってたら自分とこのブロック 自分のところが買おうとしてる敷地内にあったっていうことがありました。でね、その古いブロック塀ってね。うんはい、あのー、北摂の地震の時も実はすごく問題になったんですけど、辺、うんえー、のあの背の高いブロックっていうのは、はい、あのやっぱりこう倒れてくることがあるっていうのをね。はいはいはい えー、一度ねそれを全部撤去しなければならなくなったりして200万300万かかるようなねはい、はい、仕事にもつながったっていう話なんですけどねあそれはちょっと見逃せない金額ですよねだからそのブロック塀の位置っていうのもね、はい、しっかり敷地がどこまでなんかっていうのをね見とかないとだめっていうことになってきますよね。 じゃないですか。え、実はね、1000万変わった例もあるんですね。1000万ですか。1000万なんですよ。1000万って言ったら家建てれなくなるじゃないですか。土地で1000万もね予算オーバーしたら。そうですよね。大変です。あの実はね、このお客さんはまず自分で土地を購入してこられて、でここにあのうちの方にね新築建ててくれませんかって依頼が来たお客さんなんですけど。 えーまあ、依頼が来ましたんで、はい、僕らは現地を見に行きます。はい、で行ってみるとね山手山間部の近くでね、はいえー、静かな本当に閑静、あのー、な住宅街にあるとこやったんですけど見に行ってみると擁、はい、壁がねだーっ,と積んであったんですね壁って何ですか擁壁ね、はい、あのー、そうですね簡単に言うとあのお城の石垣みたいな。<ー>こう、あのー向かっ 右と左がが高さが違う道路がこう斜めになっててね、はい、で、えー、とその石垣が積んであってその上に平らな、えー、敷地があるっていうふにったんですね、はいはい、もちろんそこには昔古い家が建ってて、はいはい、それをちゃんと取り壊されてきれいになってたんですけどねうん、うん、でそこを調べてみると、はいえー、現在の建築基準法では、はいえー、その擁壁が 5m 超えてたんで、はい、ダメやったんですよ。 そうなんですね、それをすべてやり替え、うわー怖い、うん、その日用、1000万なんですね、<laughs> ねその方はそんなん知らずに買ってしまったんですかねうーん悲しいことですよね。 これが我々の場合やったらね、はい、あの現地調査行ってどんな費用がかかるかっていう、はい、あの買う前にいろいろ調べてできるんですけどね、はいはい、それが先、えー、に買われてたっていうことでね<ー>僕らもちょっとあの手の施しようがなかったっていう感じなんですけどね。ああそうなんですね。うん、じゃあまあ今までいくつかこう教えてもらいましたけど。うん そしたら公務店さんと一緒に土地選びをすれば、そういうことも全部一緒、うん、あの公務店さんが調べてくれるっていうことですよね。もし後で問題が起きたときはもちろん責任取っていただけるんですよね。そうですねもちろ、はい、あの土屋さんでえっとちょっと幸っていう字を書いていただきたいんですけど。はいはい 漢字で書いたらいいですか合ってるかないちょっと大きく書きます建築のね契約のことをね実はこの請負契約って請負ってよく書きますよねこういう字はい正解ですえと受けて負けるで請負なんですよあなるほど実は契約なんですけどもいろいろ問題が発生して はいえー、そういうことがあってもねちゃんと責任を取りますよっていう意味で、はい、受け負い契約っていうになってくるんですねなるほど、ねうんはい今日はね、はい、あのほんの一例しか言えてないんですけど、はいえー、これね土地探す時ってねいろんな細かい条件がいろいろ出てきます、はい、だからね是非ともね工、はい、務店さんと一緒にこういう土地選びここのねお手伝いをして頂いて。 っていうのがねすごく大事かなと思いますそうですねもう絶対公務店さんと一緒に土地選びしますはい、はい、それをお勧めします <laughs> はい、えー、では今回は予想外のお金ということで次回ははい、はい、あの用途地域の話っていうのをさせていただきたいなと思ってますはいわかりましたでは今回はここまでになりますありがとうございました